始まりました、ライチャンネル。久しぶりですね。お久しぶりです久しぶりですけど、これが12月31日に最後の投稿になります。はい、これ年末スペシャル。ついに、ね、もう締めなんですけどね、もう今から山登ります。その名も金華山。金華山よいしょよいしょ誰が知ってんだって話なんですけどねでも、もう本当我々はね、お世話になってるね。お世話になってるのでね、もう締めはね、ここの山で締めちゃうってことでね、闇登山やりましょうか。まあ頂上でね、はい、何買ったんだっけ。何買ったいろいろ買ったのね。なんか買ったんで、そこでお祝いです。はいはい、じゃあ締めましょう締めましょう。もう行こう。もう電気つけた方がいいんじゃないの。でここからね、今スタートだから。我々はこれなんか何個かルートあるんだよね。まあいろいろ あるんだ。あ、そっちからも行けるけど、こっちめっちゃ飛ぶやん。最初はこの瞑想の小道ってとこからちょっと先に急ごうか。なんで消すの、なんで消すの。こっからで本番は怖っ怖っ。俺怖じゃん。おい、ちょっと水に映して。なんで撮っとんの。お前撮ったろ。お前のお前のチャンネルなんか俺撮ったろ。急に何。あ、ちょっと縦で撮っとるやんけ。はほら、これがこっちにならないといけないの。あ、できた。階段登ったらこんな感じで、うわもう早速ゴリゴリの岩が、ゴリゴリの岩ね。登山っていうよりもこれロックライミングだけどね。この岩岩まだ楽しいね。まだ始まったばっかだもん。眩しいね。これね、柵ないんだよね、こっちの、うん、これ滑らしたらね、本当これすごい、すぐ横これもう断崖絶壁。変なロープあったらけど、ほんの意味ない。怖いね、静かなって。やっぱ音楽も欲しいわ。なんか一緒に歌える曲ない。お前と歌の趣味合わんだよな。なんかあるね、初刻ぐらいの、うん、あれか、君と見た海か。君と見た海ってなかったっけ。合唱コンで、あとなんちゃらのバラード。怪獣のバラードか。それちょっと俺あんまり詳しくない。楽しみに聞いてる。なんかあるじゃん、みんな知ってる。なんだっけな、君と見た海だっけ。わかる。さ、聞いてた俺の話。撮ってる。ちょっと待って、うんこ漏らしたかもしれない。待てよ。めっちゃ弊社うんこ漏れたかもしれない。これやばい。ちょっと貸して。それによってちょっとさ、動画の内容変わってくるよ、これ。貸して。え？どれ？え、ティッシュとか持ってないね。うんこ漏らしたかもしれない。うっそ。ちょっと乱るでちょっとズボン下げて。ちょっと匂い嗅がんってわかるじゃん。この顔見えるか。この歩いた時になんかぬるってした感じする。この尻の割れ目が擦れた時のさ。一旦目視で確認して映せるかどうかを判断する。そんなケツ抜けたら負けを認めてるのもんやないかも。いや、自分で申告するからさ。いいよ、多分覚えてないよ。覚えてない。よかったよかった。動画の内容変わるよ。すげえ気持ち悪い感じする。気持ち悪いんだ。だけだよ。スタッフだけ上がって一人で。なんか行ったか。あ？もう行ったか。何も行ってないよ。もう着いた？来た。来た。来たー。イエーイ。来たー。あー、友情来た。意外とちっちゃい、近くで見たら。お、きれい。免疫どこ？免疫ないね。こっち側ないかもしれない。顔がマンゴー真っ白になっとるね、なんか。9時56分。ってことで1時間足らずで到着しました。さ、アラサンクッキンの時間でしょ。これもらったんですよ、友達に。誕生日プレゼントで。彼も多分見てることでしょ、うん、これ何回目ですか。もう2回目だね去年もらってまだ2回目だね、今回。はい、威力がもうでけえな。あったか、あったかいね。ほら、もうなんか出てきてる。ちょっと用意しましょうか。何を。はい、あ、何ってこれやって俺じゃないでしょ。何言うじゃないでしょ。あ、ちょっとこっちだ。いや、お前とこれやるの夢だったんだよね。そう、もう一生できないかと思った。これなんですか。しじみ汁です。しじみだって。これちょっと味噌なんですけどね、食える気がしないんですけど。やっぱりちょっとね、見せてくださいって。じゃあもうちょっとね、時間かかるかなと思ったんだけどね、こんなあっさり飲まれると思わなかったね。
結構時間かかんね赤くなっとるもん。青くして。青い方が熱いんだよね。ねえ、蓋があったってことだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと熱くな。いやだからその穴から入れるんじゃないの。穴取るっちゃね。な何入れてよ早く。じゃあ私からいただきますんで。全部。何何ちょうど近づいてる。すいません。全部来た。ああぶちぶち。ああぶちぶち。ああぶちぶち。何してんの君。熱っつと。浸透してきたって。外した方がいい。外した方がいいって。危ないって。いい。じゃあいただきます。あどうぞ。あ匂いめっちゃいいよ。わうまっ。美味しい。やばい。泣きそうなっとる。出汁がすごい。泣きそうな。出汁がすごい。いただきます。うまっ。うまっ。一番うまいと思ったなんかカップラーメン食って。本当に。よかったよ。闇闇。あ？はい。何闇闇って。いやもうそんな深い意味はないです。何闇闇って。闇闇やん。いただきます。頂上で吉野家でもよかったもん。この冷えだろ。冷えだよ。そうあんだけ食ってラーメン普通に食えるもんだもんね。まあアナさんはね昔からね水めっちゃ飲むんですよ彼。昔からねさっきもねピッチャーでもらってずっと飲んでましたからね。びっくりしたよ。ずっと飲んどるやんと思ったもん。水はタダじゃん。いやそういうものじゃないよ。いや美味しかったごちそうさまです。うん。えそれ貝殻なんか食べた。食った全部食べた。あ食べた。うんそれね、貝殻ごと食うといいんだよ。なんで？え？コンビニのやつはそういうもんだよ。ほっといったらお前。うん。一緒に食っていいんだよ。食えるかいこの。めっちゃ硬かったわ。ありがとう。降りようか。来たね。来ました。いや、お疲れ様でした。まあ、足く。ミンカだから。静かにしてもらって。お疲れ様。よく頑張ったね。そうだ。疲れたね。いや、どうだった？どうした？いや、よかった。あとね。あ、なんか、やっぱ、登ってる時は辛いけど、うん、終わったとはやっぱ、うん、よかったって思えるわ。こう、山登りは、うん。いや、ほんとよかったよ。今のこの都心登っていて。猫が、でか、猫来た。うん、どうしたの？ん？登ってくる。どうしたよ。あ、これか。でかい、でかい、でかい。でかい。なんか言ってる、なんか言ってる。なんか言っとるで。何？あ、ここお前のとこなのか。島か、お前の。ああで、お前の島か。そっか。ここえなんで行くんだって、こうする？わからないな、これ。これ。で、はい。かわいい、かわいい。でっか。うわ、ふみふみしてる。なんか俺仕込んだみたいになっとるよ、これ。ね。めっちゃでかい。ふみふみしてるし。どこと、どこと、どこと。めっちゃゴロゴロいっとるやん。うん。機嫌いいじゃん。ぐるぐるいっとる。これゴロゴロいっとったらさ、本当に機嫌いいのこれ。いいんだよ。うちの猫ゴロゴロ言いながら攻撃してるんだけど。どういうことかわからんもんな。舐めとるお前のこと。舐めとるもんな。行く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 。行くぞ。あ、行った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 。行った行った行った。うわぁ。うわぁ。うわぁ。いいですね。待ってよだれば。待ってよだれすご。匂い嗅ぐなや。よだれすげえ。